第4師団は陸上自衛隊の師団の一つ、西部方面隊直轄にあり、司令部を福岡県春日市の福岡中東地に置く。26中規模では2019年3月に全国に先駆けて地域配備師団改編を受けた。3個普通科連隊を機関兵力とし、さらに直轄部隊として津島警備隊を参加に持つ。九州北部4県の防衛警備。 災害派遣を任務とするほか、民生協力及び国際貢献活動を行っている。冷戦終結後、旧ソ連の脅威が減退する中で、陸上自衛隊の北方防衛戦略の相対化が起こる一方、米軍再編も相まって朝鮮半島有事の可能性とそれに対する対処重要度が相対的に高まっていることから、朝鮮半島に最も近い手段である。 本師団の重要性が増している。警備区の内山口県が中部方面隊の管轄となり、第17普通科連隊が第13師団に連続替え、第4航空隊が西部方面航空隊霊下に連続替え、第4特殊大隊が第4戦車大隊に称号変更、第16、第19、第40、第41普通科連隊を 自動車化連隊に改編。第4特化連隊第6代隊を第4、公社特化代隊として、分離独立、師団直轄とする。第4対戦車隊に10マット招待を新編。第4偵察隊に、電子偵察小隊を新編。第4武器隊、第4補給隊、第4輸送隊、第4衛星隊を統合し、第4広報支援連隊を新編。師団司令部付け隊に、 科学防護招待を進展。定員を約9000人から約7700人に縮小し、霊化部隊に即応予び自衛官を編入。第19普通化連隊をコア部隊に改編。第16、第19、第40、第41普通化連隊に高機動車を配備。第4高射特化大隊に K サムを配備。第4対戦車隊を MPMS を装備する第4隊。 終停対戦車隊に改編。師団司令部付け隊科学防護隊を第四、科学防護隊に改編。第十六、第十九、第四十、第四十一普通科連隊に軽装甲機動車を配備。第四特化連隊の 155mm 榴弾砲を約二十門増強し、二個中隊から三個中隊、編成に改編。第四戦車大隊の戦車増強により、 第4戦車中隊を再編。第4後方支援連隊の武器大隊を廃止し、第1整備大隊、第2整備大隊に再編。3個普通科連隊機関に改編。第4特化連隊を5個大隊編成から3個、大隊編成に縮小改編。第4戦車大隊を4個中隊編成から2個、中隊編成に縮小改編。第4隊終定大戦車隊を廃止し、 方面直轄部隊の西部方面隊終停隊戦車隊に改編。改編後も第4師団に連続した。第4戦車大隊を廃止。西部方面戦車隊が平時第4師団連続。第4特化連隊を廃止。連隊本部を師団の火力調整部へ3個射撃大隊を西部方面特化連隊、第2大隊、第4大隊として整理縮小。 第4偵察隊と西部方面戦車隊、第3中隊の16式機動戦闘車を編合し、第4偵察戦闘大隊,隊に改編。西部方面戦車隊を第4師団連続から方面隊直轄部隊に編成がえ、3個普通科連隊を機関とする。ありがとうございます。